はい、今お線香を上げさせていただいて陸軍墓地を後にいたしましたが、はい、次はプロどちらの方にまた歩くんですか。いや、すぐそこなんですよ。そこなんですね。陸軍墓地を出て、今ここが陸軍墓地ですね。ここね、まあ、この右手の建物なんですけど、何ですかこれは。なんか金色のちょっとドーム型な、そうです、あの卵っぽく型というか、はい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 、何ですかねこの施設は。そうなんですよ、結構広い広い施設ですね。あれ、これでも保健所ですか。感染症廃棄物とか。ここはですね、保健所かなんかじゃないですか。放射線の研究施設なんですよ。ほう、山の放射の放射線を、まあ、これはあの原爆を落とされた場所から離れたこの石山高台なんで、はい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 、ここに当時アメリカ軍が作った研究施設の放射の放射線ので、ここであの原爆で被爆した方たちが連れてこられて、まあ、体中を検査されて、まあ、あの映像にも残ってるやつはここで軍の人がなんか、あの 軍というかそのアメリカの研究者ねが見て返している、よく映像残ってますね、アメリカの。そうなんですよ、あの当時は ABCC って呼ばれてた。はい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 、まあ、その時アメリカ軍が管理してたんです。アメリカが管理してて、今はどうやら、まあ、放射能研究所というか、そういう名前なのかなになって、まあ、日米の両方で管理してるらしいんですけど、実態は何をやってるか全くつかめない。そうなんです、ですかね。ここが正面です。はあ、黄色と緑のカラーリングなんだ。ちょっとあれ、当時からこういうカラーリングなんでしょうかね。そうです、そうですね。うわー、なんかやだね。なんか変な、やだな。何なんでしょうね、これは。嫌ですね、こっちが嫌ですね、はい、すごく。しかも、まあ、なんかこのゴールデンウィークだからか、誰も今日は閉まってるんですかね。これゴールデンウィークだからここ閉めてるんですか。はい、あの前来た時はここちゃんと車止まってたりして、ライター法人、これもう入っちゃいましょうね、こんなのね。そうか、こんなの私たちジャーナリストからするとこういうのは邪魔なものは取っ払っていきましょう。日米共同研究、ああ書いてありますね、財団法人放射線影響研究所って今は呼ばれてるんですね、ここは。それじゃあ放射線の影響がどれくらいあるかということを、はい、あそこに金魚が、金魚、鯉か。そうですね、こういう場所なんですね、日米共同研究機関、財団法人なんですね、これもね、はい、カラーリングはちょっとよくわかんないですけど、建物自体は当時のなはずです、これは。うん、こちらこの金箱型のなんか、そうですね、当時からの建物で写真が残ってるのもあるんで、誰もいらっしゃらないんでしょうね、これはね。今日ですね、はね、この放射線研究ということは、それこそ今の、はい、ああ来てますね、この、ああ、こういうこともやってるんですね。そうですね、あー、なるほど、福島第一原発事故の被爆汚染測定でお越しの方は強い思いをお回りください。細々とこういうことをやってるんですね、プロ。これは予想外ですね、明らかに。毎日言いますよね、明らかに予想外な、そういうケースもあるということなんですね。ちゃんと時間が書いてありますね。あ、そう、警備が厳しそうですね。はい、うわ、なるほど、はい、こういう場所がさっきの陸軍墓地に引き続き、あの肘山にこの2つの、そして今も機能しているということが分かりましたね。そうですね、ここはそうなんですよ。でも大っぴらにそれが例えばホームページなり、はい、っていうのは確認されてるんですかね。あの、それがページはあるんですけど、ありましたね。でもそこに福島のこの原発での被爆測定、ここでもあるんでしょうけど、そこは僕もチェックしなかったですね、さすがに。でも私たちはあのテレビその他の報道機関で聞いたことはないですね、はい、
そうなんですよ。僕もちょっと違和感があって、まあ、こういう施設があるっていうのは もちろん昔から知ってたんで僕は。ただ今回のことで、まあ、放射線の影響ですとかそういうことが報道はされていても、ここの名前が出ることって全くなかったんですね。でしかもここは日米共同 の所有物として今扱われている。もともとはアメリカのものだった、実際だから機能されているかどうかというのもよくわからない、何をやってるかわからなかったんですけども、はい、一応形だけは、そうです、ね、被爆者の測定を、はい、まあ、でも正直何やってんだかさっぱりわからない形だけですかね。ゴールデンウィーク休んでますからね。そうですゴールデンウィークしか来れない人もいますからね。オーパーされちゃってます。厳重な、何でしょうね、このピンク色と緑色のちょっとそういうのがなんか不気味な感じがしてて、僕は初めて来た時からなんだろうっていう。でその近くに空母があって、この位置関係、なるほど。まあ新しい今日は発見が、また最後の最後でやはりここでまた原発のことに向き合わされるわけですね、はい、僕らは。そうですね、逃げれない。この遠く離れた広島、皆さん、僕らが東京から来たというと、東京の地震はどうだったの、大丈夫なのってよく言われますけども、はい、やはり私たち東京は大したことありません。やはり今も被災されている方々のことを思いながら、私たちこちらの広島の地でもう一度平和を見直そうという旅をしてきましたけども、ここの最後でやはり戻される原発のところでしたね。そうですね。もうまた今後へ続く張り紙一枚張り紙一枚で体裁を保とうとしているのか、この施設は全くわからないです、ね、ここに関しては気になります。この何やっているのかさっぱりわからないです、本当に。だからアメリカにしかない極秘資料とかはもう持って帰っちゃったんですよ、本国に。わかんないですけど、原爆に関するってあったはずなんですよね。これ全くわからないです、ここは。これは一人一人研究員とかの駐車場が決められているというのも何か異質な、こういうのってあんまり聞いたことないですね。事務局長専用の駐車場です、ここは。遺伝学部長ありますね。それは変な場所ですね。しかも奥まってるから、はい、あまり人は来ないですね、ここは。そうですね、あとはそこから車に登ってくる人が、そうですね、それぐらいですね。はい、なるほど。まあそうにしても不気味な一体を放ってますね、この確かに山という場所において。でもこれ、ここがなんだかんだ一番歴史があるんですかね、陸軍墓地に続いてこの場所では。原爆を落とされてから数年でここに研究所が建てられたのは事実ですから、まあ地元というか当時の人たちは、まあ治療は全くしない場所だっていうことで、なんかアメリカの人たちにその呼ばれて検査されるから、なんか自分は助かるんじゃないか。治療ですね。そうですね、本当にただの標本というか、アメリカからしたら全く治療はされず、ただ研究で体中いじくり回されて、それでおしまいっていう場所だったらしいですね。それじゃあ福島から来る意味もこれはなさそうですね。そうなると分かりませんけどね。ちょっとこれは全く私の独断と偏見で今喋ってますけども、まあゴールデンウィークもこうやって閉じて、人も移送もありません。警備はでも何か異質なものを感じますね、これ。警備は厳しそうですね、これ。ちょっと何かすると、何か本当に厳しい処置が待ってそうな場所であることは確かですね。しかし、あの張り紙、あそこまでちょっと思い切って入ってみましたけど、張り紙の持つ意味、まあ本当何かはやってるんですね。片手間な感じですけどね、かなり。いや、そうですね。ないと入れない。なるほど。じゃあプロ。はい。最終地域ですか、ここは。そうですね。今回の旅っていうのはここで終わりです。それ最後が。じゃあここの最後、やはり原発のことも考えさせられて、はい、プロ、この総括、はい、お願いします。まあ最終的には原爆っていうのは、まあ、当時のものであって、まあ、放射能っていうのはほとんど今広島に残ってないんですけど、まあ、それでも多くの傷跡が残されている、まあ、広島には残されているんですけど、福島第一原発は今も放射能が出続けているわけで、もちろん爆風とかそういうのはないかもしれないですけど、徐々にこれから放射線の影響っていうのが人体に出たりですとか、あとは農作物、ね、魚とかそういうのから徐々に明らかになっていく。あと、なんていうか、当時被爆された方が